ご視聴いただきありがとうございます。シルバラさん、今日は何をするの？今日は Windows ユーザーにも馴染みやすく導入しやすい Linux の Linux Mint 22をインストールしてご紹介しようと思っています。22は最新版の Linux Mint ですね。それは楽しみです。それでは早速始めたいと思います。まずブラウザを起動して Linux Mint で検索をします。検索結果の Linux Mint のホームページをクリックして開きます。ページが開きました。Linux Mint 22の下のダウンロードをクリックします。 Linux Mint には3つのエディションがありますが、今回ダウンロードするのはシナモンエディションです。シナモンエディションのところのダウンロードをクリックします。ページが切り替わりました。下にスクロールしていくとダウンロードできるミラーサイトが表示されています。たくさんありますね。どこからでもダウンロードできると思うのですが、日本のミラーサイトを探しています。ジャパンというのがありました。ここをクリックします。ダウンロードが始まりました。少し時間がかかるようなので途中をカットさせていただきます。ダウンロードが終わりました。次に起動用の USB を作成するソフトのルーファスをダウンロードします。ブラウザの検索欄にルーファスと入力して検索します。ルーファスのページがありました。クリックして開きます。下にスクロールしていきます。ダウンロードの下にあるリストの一番上のルーファス 4.5 イグゼをクリックします。ダウンロードが始まりました。ファイルが小さいからすぐに終わったようですね。エクスプローラーを起動して左のダウンロードをクリックして開きます。開いたフォルダーのルーファス 4.5 をダブルクリックして起動します。ユーザーアカウント制御のウィンドウが開きますので、はいをクリックします。ルーファスが起動しました。エクスプローラーは閉じておきます。ここで起動用にする USB メモリーを PC に挿しておきます。ブートの種類の右側の選択をクリックします。開いたウィンドウの Linux Mint 22シナモン 64bit をクリックして選択し、開くをクリックします。ブートの種類のところに表示されましたね。パーティション構成は MBR、 ターゲットシステムは BIOS または UEFI になっています。ボリュームラベルとファイルシステムはこれでいいでしょう。スタートをクリックします。これは ISO イメージで書き込むで、このまま OK をクリックします。これははいをクリックします。 USB のデータは削除されますというメッセージです。それで大丈夫なので OK をクリックします。書き込みの処理が始まりました。ここからは時間がかかるので間をカットさせていただきます。あともう少しで終わりますね。
終わりました。閉じるをクリックします。ここからは Linux Mint のインストールを始めていきます。作成したインストール用 USB をパソコンに挿して再起動します。パソコンの起動時に F12 キーを連打してスタートアップデバイスメニューを起動します。ルーファスでターゲットシステムが BIOS または UEFI だったのでレガシーキオクシアを選択して Enter キーを押します。スタート Linux Mint でそのまま起動するようなのでそのままでいきます。ファイルを読み込んでいるようですね。 USB から起動しました。このままで使えないこともないのですが、機能に制約があるのでインストールをすることにします。左上のインストール Linux Mint のアイコンをクリックします。インストールの準備をしているようですね。言語の選択画面です。言語の一覧を下にスクロールしていきます。日本語がなかなか見つからないですね。あ、ありました。日本語を選択して続けるをクリックします。キーボードレイアウトの選択画面です。どちらもジャパニーズになっているのでこのまま続けるをクリックします。マルチメディアコーデックをインストールするか聞いてきています。これは必要だと思うのでチェックを入れて続けるをクリックします。マルチメディアコーデックをインストールしているようです。インストールの種類の選択画面です。今回はクリーンインストールをするので上側が選択されたままでインストールをクリックします。書き込みの確認です。ディスクのすべてのデータが破壊されるという警告です。それで了解なので続けるをクリックします。住んでいる国の確認です。日本が選択されているので続けるをクリックします。ユーザー名とパスワードの設定です。名前を入力します。ユーザー名の欄にも同じものが入力されます。パスワードを入力します。確認の欄にも同じものを入力します。今回は自動的にログインするを選択して続けるをクリックします。ファイルのコピーが始まったようです。ここからは Linux Mint の紹介画面が順次表示されていきます。インストールが完了しました。今すぐ再起動するをクリックします。インストール用 USB を挿したままだったのでこんなメッセージが出ました。 USB を抜いて Enter キーを押します。再起動しました。ようこそのウィンドウが表示されましたね。見てみます。始めましょうをクリックします。デスクトップの配色の設定、システムのスナップ、ドライバーやアップデートのチェックなどもできるようですね。下にスクロールしていきます。システムの設定や
ソフトウェアの探索、ソファイアウォールの設定もできるようです。右側の起動をクリックすればできるようです。ようこそを閉じます。スタートメニューを見ていきましょう。タスクバー左下のアイコンをクリックするとメニューが表示されます。アイコンの一つ右にメインメニューが表示され、その右側にサブメニューが表示されます。メニューの一番上に全てのアプリケーションというのがあり、サブメニューに全てのアプリケーションが表示されます。アクセサリーはユーティリティソフトが多いようです。テキストエディターもありますね。次はインターネット関連ですね。ブラウザの Firefox やメールソフトなどもありますね。 Office にはオフィスソフトやカレンダーがあります。その下はグラフィック関連のソフトですね。ドローソフトなどがありますね。サウンドとビデオ関連のソフトです。ヒプノティクスは世界中のテレビが見られるようです。システム管理にはシステムモニターやバックアップツールなどがあるようです。設定にはウェルカムスクリーンやアクション、ウィンドウなどたくさんの設定項目があります。場所にはドキュメント、ビデオ、ダウンロードなどのフォルダーが表示されます。最近使ったファイルには最近使ったファイルなどが表示されるようです。ここからは日本語入力の設定をしていきます。メニューから上から3つ目の設定のアイコンをクリックします。システムの設定のウィンドウが開きます。最下行右端の入力方式のアイコンをクリックします。左に表示されている一覧の日本語をクリックします。右側に日本語入力をする手順が表示されています。こんにちはの2行下の言語サポートのパッケージをインストールしますの行の末尾にあるインストールをクリックします。キャッシュを更新しているようです。少し待ちます。追加ソフトをインストールする必要があるようです。スクロールして見てみます。続行をクリックします。この処理にはパスワードが必要なようです。パスワードを入力します。パッケージをインストールしているようですね。終わったようです。上の入力方式フレームワーク、右のボックスをクリックしてドロップダウンリストの FCITX をクリックします。このウィンドウを閉じます。このウィンドウも閉じます。このウィンドウも閉じます。スタートメニューの下から2つ目のアイコンをクリックして一旦ログアウトします。ログアウトの確認のメッセージです。ログアウトをクリックします。再度ログインするためにパスワードを入力します。ログインしました。このウィンドウは閉じます。システムトレイ右側のキーボードのアイコンをクリックしてみましょう。入力メソッドはモズクになっています。
下の設定を右クリックしてみます。入力メソッドの設定ウィンドウでもやはりもずくになっていますね。テキストエディターを起動して試してみます。スタートメニューからアクセサリーテキストエディターと進み起動します。起動しました。日本語と入力してみます。まだ日本語になっていないですね。漢字キーを押します。システムトレイのアイコンがかなになりました。日本語入力と入力します。漢字で日本語入力と入力されましたね。日本語の入力ができるようになったようですね。そうですね。それではテキストエディターを閉じることにします。これは保存せずに閉じるをクリックします。長くなったので今日のところはこれで終わりにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。